ダージューダージューは、ブルガリアの軽爆撃機、偵察機である。ダージューは1938年に、首都ソフィア近郊のボジュリシテにあるダーデスベットン、ラザーウフにより設計された。単発複座の型持ち式低翼単葉機という、保守的な設計のダージューは、パイロットと重手が、閉鎖式コックピットに、タンデムに座り、オリン式の固定膠着装置を持ち、主翼は、 木製構造材に、後半の表皮で、フラップは備えていなかった。比較的幅と深さがある胴体は、交換フレームとウッドフォームに、ハフバリという構造で機種に星型エンジンを搭載し、金属製三枚ブレードのプロペラを使用していた。異なるエンジンを搭載した2機の試作機が製作された、この機体は1942年10月に墜落した。 飛行特性は良好であったがこの方は量産型には選ばれず代わりに高翼機のキロバイト -11 フェイゼンが量産されることになったダーマイナス10は量産機には選ばれなかったドイツのユンカースジュ87の方が好まれたために見送られたという情報もある改良型のダーマイナス 10F は第二次世界大戦が終結するまで採用されずブルガリアは イリューシンイルマイナスニアイルマイナスジといった近代的なソビエト連邦製航空機の豊富な供給を受けられるようになった。出展、ジェーンズエアクラフトリコグニションガイド初言性能武装。ありがとうございます。